理官級は、韓国の政治家、元国務総理、僕槿恵大統領の側近、元セヌリ党院内代表、1950年6月2日、中世南道青陽軍出身、1974年に行政高等試験に合格し、1975年に経済企画院事務官となる、長平身体検査の際に、修上骨の副骨の障害を理由として、 補充役招集を受け、1976年5月に、入営し1977年4月に、満期で含むを満了した。中北地方警察庁、中南地方警察庁長などを歴任し、経済や治安分野において、能力を認められた。1996年に新韓国党から第15大総選挙に、出馬し初当選。2004年までの8年間、 国会議員を2期務めた。2006年には、第35代中世南道知事に当選するが、行政中心複合都市として建設が進んでいた、清掃特別自治市について、当時の李明キ大統領が計画の縮小を行ったことに反発し、2009年に未知,知事を辞任。このことで当時、半奈良党内で李明キと争っていた僕船根の信頼を勝ち得たと、 されている。2012年の大統領選挙では、北区根陣営の中西南同様選挙、対策委員長を務め、法の当選に貢献。2013年に、補欠選挙に当選して、国政復帰を果たし、2014年5月8日に、セヌリ党院内代表に選出された。中西道出身議員が、セヌリ党の院内代表となるのは、これが初だった。 親僕くね派に分類されるが野党との関係も円満で広い人脈を持つ人物と評価されている。2015年1月23日辞任を表明していた提言国務総理の後継となることが聖画台より発表された。李は指名を受け大統領に苦言と直言をする国務総理になると抱負を述べた。口述するような疑惑が浮上し、 2月16日の任命同意案の採決では、与党側から7人以上の増判を出しながらも、賛成148、反対128、無効5票で、可決、2月17日に就任式が取り行われて、就任した。しかし、新たに発生した建設会社会長制官、省の不正資金提供疑惑を受けて、就任から2ヶ月余りで、国務総理を辞任した。 増収賄事件については2017年に無罪が確定しており、その後は政治的な再起を図っているとされる。戦術の通り修行骨の腹骨の障害のために、軍隊生活を1年1ヶ月で終えているが、国務総理就任が内定すると、一部報道機関から肺疾患を理由に早期転役したのではないかという疑惑が報じられた。また、理の次男が留学中に、 サッカーの試合で全十字人体が破裂する大怪我を負ったことで入営延期対象となったことにも疑惑の目が向けられた。理が所属するセヌリ党はこうした声に対して疑念を完全に否定している。またこれらの疑惑が真実であったとしても兵役を免除された経験を持つ人物の国務、総理就任を疑問視する声も上がった。このか土地登記に関する疑惑や 高級マンションの財産記載漏れ、論文登用、さらには報道機関に圧力をかけ自らに不利な報道をやめさせようとした疑惑も浮上した。2015年2月10日より国会で開始された人事聴聞会では、李官級が報道機関に圧力をかけたとされる音声テープを野党、新政自民主連合が公開するなど、波乱の展開となり、李自身も謝罪に追い込まれた。 また、李の中世南道知事在任中に実定が、贈収賄事件を起こしていたことが2011年に発覚したが、李自身は関与していないとされている。前述の疑惑とは別に、ソウル地検が、前任の大統領だった、李昭弘政権時の主言開発不正疑惑を捜査する、中で、建設会社会長の政官章が、捜査線上に浮上したが、政官章は、 自殺隊となって発見された。この生官、章の遺体の着衣のポケットの中に自身が不正資金を提供したと見られる人物の実名と金額などが書かれているメモ、通称、生官章リストが発見され、韓国政界を揺るがす事態となった。具体的には以下のようなことが書いてあった。李官級に関しては、名前が記載されているだけで、金額は書かれておらず、 8人とも金品の授受を否定した。しかし4月14日になって、聖官、省の生前の録音が公開され、その中で、聖官省が2013年4月に再選挙に立候補した、理官級に3000万ウォンを渡したと証言していたことから、一転して理官級も疑惑の対象となった。李官級は、金銭の受け取りを否定したものの、結局4月20日に、 国務総理を辞任する意向を表明、4月27日に南米歴法から帰国したボククネがこれを了承し、辞任した。李官級は7月2日に在宅起訴され、2016年1月5日の後半で検察より、懲役1年を求刑され、1月29日に懲役8ヶ月、執行猶予2年の判決がソウル中央地方裁判所で言い渡された。 9月27日に一審判決を破棄し無罪とする控訴審判決がソウル高等裁判所で言い渡された。2017年12月22日、最高裁判所が二審判決を指示し無罪が確定。その後、自らを起訴した文部一検察総長を職権乱用などの容疑で検察に告発している。ありがとうございます。